皆さんこんにちは、かっちゃんです。ポテトということで、今日はじゃがいもを千切りしてまとめながら、少ない材料で外側はザクザク、中もちもちな食感が美味しいザクもちポテトを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。じゃがいも小3個 300g の皮を剥いて芽を取ります。皮を剥いて芽を取ったら、2ミリ幅程度に千切りします。最初に 2,3 枚薄切りして、切った面を底にして切るとじゃがいもが安定して薄切りしやすくなります。じゃがいもを切り終えたら、耐熱容器に入れ、水大さじ1を回しかけ、ラップをして600ワットの電子レンジで3分加熱します。加熱し終えたら、マヨネーズ大さじ2、水大さじ2、塩少々を入れ混ぜ合わせます。水、調味料を混ぜ合わせたら、片栗粉大さじ2を入れ混ぜ合わせます。じゃがいもの水分量によってまとまりが悪い場合は水を調節して足してください。では片栗粉が全体に行き渡ってじゃがいもがまとまってきたら、じゃがいもがくっつかないように手のひらを水で濡らして、じゃがいもを手に取って握りながら3センチほどのボール状に形を整えます。丸く形を整えたら、フライパンに深さ5ミリほど油を引いて中火で熱します。はい、では油が温まったら、丸めたじゃがいもをフライパンに並べます。はい、では底が色づいてきたら転がしながら全体が色づくまで加熱します。はい、では全体が色づいてきたら取り出して油を切ります。はい、では油が切れたら完成なので、あとはお皿に盛り付けましょう。中はこんな感じに出来上がってます。 OK。 はい、ではこんな感じで外側ザクザク、中もちもちザクもちポテトの完成です。じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回はじゃがいもをたっぷり使って、外側はザクザク、中もちもちな食感が美味しいザクもちポテトを作ってみました。それでは本日はほろ酔いジャスミンライチで乾杯。乾杯。ジャスイ。じゃあ早速いただきましょう。今回はじゃがいもを千切りしてまとめながら、外はザクザクで中もちもちな食感が美味しいザクもちポテトを作ってみました。中に塩で味はつけてあるんですけど、もし薄く感じたらケチャップなどつけて食べてみてください。じゃあまずそのままいただきます。ん、ザクうま。めっちゃ美味しい。うん、じゃがいもを千切りしてレンジで加熱することで
細いので火が通りやすく、じゃがいもが柔らかくなり、手の中でまとめる時もまとめやすく調理しやすくなります。で、千切りすることでちょっとこう表面に細いじゃがいもが見えてるんですけど、たまにお菓子とかでも千切りポテトチップスみたいなのあるんですけど、あんな感じです。表面に少し見えているじゃがいもはサクサクの食感に仕上がり、噛んだ瞬間にサクッと美味しく食べられるレシピになってます。加熱したじゃがいもにマヨネーズや片栗粉を入れることでうまくつなぎになり、マヨネーズの塩気や油が全体にじゅわっと広がって美味しく仕上がります。で、片栗粉を入れているプラス、じゃがいもがこう密集しているような感じなので、中はもちもちの食感です。この外はザクッと、中はもちっとした食感がとても美味しいです。調理工程もじゃがいも切って食材合わせて、あとはフライパンで揚げ焼きするだけで簡単に作れて、あらかじめレンジでじゃがいも加熱してあるので短時間で美味しく作れます。材料をまとめる際も、手のひらを水で濡らしてクックッとこう握る感じでじゃがいも握っていると自然と丸く形が整ってくるので、ある程度じゃがいもに火が通してあるので、こう丸く形を整える際も簡単に綺麗に形を整えることができます。じゃあちょっとケチャップをつけてみよう。うん。で、軽く塩で味付けしてあるので、そのままで食べても美味しいですし、ポテトなのでほんとこうケチャップつけて食べても美味しく食べられます。うん。はい、ということで今日はじゃがいもをたっぷり使って簡単美味しいザクもちポテトを作ってみた動画でした。千切りすることで外側はザクザクの食感に仕上がり、中はもちっとシンプルな材料で簡単に美味しく作れるレシピになってます。最近スーパーにも新じゃがが並び出してますし、じゃがいもは年中買いやすいので、野菜一つで簡単に美味しく作れるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、ジャガー。マックのバーベキューソースつけて食べたい。